この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。いやー、わしもな、もう今年はな、もうこう新しい芸を身につけて飛躍の年じゃなかな。だったらモノマネはどうですか？モノマネ？だったらモノマネはどうですか？金太郎やないか。モノマネをおすすめします社長。誰かわからないんですけど、オープニングの感じ出しました。誰でもないんですか？誰でもありません。オープニングの感じの私です、はい、新しい芸に悩む光圀社長のもとに現れたのは金太郎。今回は金太郎流モノマネネタの生み出し方を直接伝授してもらいます。金太郎、これどうやってモノマネのこれネタ探してんの？これもう本当に日常生活にモノマネの種というのは広がっております、はい、例えばもう芸人になる前からそれもスタートしていて、私高校時代バイトしたいなっていうことだったんですけど、バイトしたい、高速でバイトしちゃダメっていう女子校で、なんだけどどうしてもバイトしたいので、あの変装してやろうって決めて、で、あのメガネをかけて、ファーストフード店を接客したんですけども、そしたらあの丸々がモスバーガーなんですよ。丸々にモスバーガーがいるみたいになっちゃって、あ、似てたってことや。それ誰が、はい、それがこちらになります。めっちゃ似てる。うわ、本人ちゃん、あ、三浦靖子さん。めっちゃ似てるやん。当時やっぱこういう縁のメガネが流行ってたので、よかれとおしゃれのつもりでかけたんですけど、もう日が丘の三浦靖子だっていうことで。だけどだってそれはモノマネするつもりじゃなかったよね、最初は。普通にメガネかけたらそうなってもたってことでしょ。だからもう最初私は東京で芸人になる時に三浦さんみたいにギャグで行こうと思ってたんで。覚えてる、当時やってたやんね、はい、私ナイスバディになりたいんです。バーキボーンで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 タンキュパイ。どうですか？やってた。めっちゃ思い出したか。これで行きたかったんですほんま。めっちゃしつこいね。これずっとやってたよ。ずっとやってた。他にも金太郎独自のモノマネネタの作り方が。続いてのモノマネはこちらです。出た。はい。トゥームレイダー。アンジェリーナ・ジョリーよ。ですね。はい。これなんでアンジェリーナ・ジョリーなわけないやったって。アンジーです。これはですね、家でトゥームレーダー映画見てたら、見終わった頃には自分の顔がこうなってたんですね。で、ちょっと待ってよと思って、当時まだ白黒の写真機能のあるおもちゃで遊んでたんですけど、こうやって撮ってトゥームレーダーって撮ってみたら結構アンジェリーナ・ジョリー似てたんですよ、その写真見て。本人枠、あ、いけるっていうのを覚えてて、でそれもやっぱモノマネレパートリー探すときに、あ、昔私アンジェリーナ・ジョリーの口になったなと思って。いやでもだってここ 2,3 年よね、これしだしたの。え、ずっと実はやってるんですよ、パンキュパイのぐらいの時から。パンキュパイ時代から。はい、ずっとやってました。やってた、やってました、やってました。さらにちょっと意外なモノマネネタの生み出し方がこちらです。はい、はい、どうも北大路欽也。貝原雄三みたいな。ある日北大路欽也さんとお仕事一緒にする機会があって。そんな機会ある？あったんですよ。、ま、ドラマのワンシーンなんですけど、あの外で、ちょっと撮影なので、おばちゃんがはっはっ、ねってなって、北大路欽也さん見つけて、ね、はっはって北大路欽也さんのところに行ったら、どう対応するんだろうって見てたら、北大路欽也さんがってやったんですね。で、すごい顔で全部物語ってる。やっぱりあんなにもう大スターは、ね、違うと思って、はい、私は素晴らしい、やっぱり大スターは違うっていうことで、私は北大路欽也さんの素晴らしさをみんなにお伝えしなければいけないっていう使命感に駆られてやりだしたです。だからあのどちらかというと別角度からのスタートです、北大路欽也さんは。ここからは光圀社長におすすめのモノマネネタを金太郎に考案してもらいます。
まずもう見ただけで、あのすぐやれるっていうことで、どれどれビビる大木さん、あ言われたことないですか？あります、これはほんまあります。あるでしょ。でもやっぱりもうもっとギャップが欲しいっていうところ で、 驚きで、うんうん、どうぞ。男性女性どっちが、もう女性出てきてるんですか？はい、女性もあるんだけど、はい、ちょっと努力も必要です。この場合はプラスアルファしてほしい、動きもちょっとつけてほしいんですけど、その動きをつけていただければ、彼女にはなれますね、はい、なりたいです。じゃあ三國社長があの女性有名人に大変身。それではダイソー三國さんの新しいモノマネレパートリーはこちらです。どうもグーニキアミです。ねえ君は友達じゃない、友達より大事なこと。そっくり。どうやねん。そっくり。どうですか、いかがですか？全く実感ないわ。ちなみにメガネちょっとかけてもらっていいですか？カンニング竹山さんに、ね、めちゃ似てる。バカ野郎、何言ってたお前。ザキャマリハジョンバカ野郎。あ、いける。落とし穴ないのかよ。できてる、できてる、さすがです。いける、いける。